やっほー。もう昨日の収録でさ、もう本当にトアとさ、マリンがおもろすぎてさ、もうおもろすぎて、もうへこんでたもん、帰ってきて。なんであの二人はあんなに面白いことが言えるのに、スバルは言えないんだって思いながらね、寝てた。ちょっとね、ちょっとへこみながら寝てた。どうしてスバルは、ああいう面白いアドリブができないんだって、もうそのまま寝た。そんなことない？じゃあいいや、今のままで。芸人。やっぱね、おもろいんだよ。すごい、みんなめっちゃ褒めてくれるじゃん、優しい。みんながスバルのママなのかもしれない。ママだよ。ママなわけねえだろ。ママなわけねえだろ。みんなさ、パパって呼ばれたいの？パパはちょっとパパは嫌なんだ。パパは嫌なんだけど、先輩と後輩ぐらいがいいんだ。パパは危ない。別にパパ危ないのねえだろ。っていうかさ、なんか、なかった。スバルずっとさ、父ちゃんと母ちゃんだったからさ、中学とか上がった時にさ、パパ、ママって呼んでる人を見てさ、パパ、ママ、いや、中学じゃねえな。小学校でもいたか。なんか、小学校とかでさ、パパ、ママって呼んでる人見てさ、マジでいるんだってびっくりしちゃったよね。たまにいない、マミー、ダディもいるしさ、なんかちょっと恥ずかしいよね。なんか、パパ、ママ、赤ちゃん見てるじゃん。あ、スバル赤ちゃんだった。ちょっと。